コ行僧とは、昼顔かサツマイモ族の非体感性、ツル性、多年草である。原産は、熱帯アメリカであり、朝顔などと同じように冬になり、気温が下がると枯れてしまうため、園芸では、春巻きの一年草として扱われる。葉は細く、鵜状で、花は星型で、直径2センチメートルほどである。花色は白色、赤色、ピンク色などが、一般的である。 花言葉は常に愛らしい。禁煙な種として、丸ルバルコウや、ルコウソウと丸ルバルコウの交配種にあたる、ハゴロモルコウソウなどがある。ルコウソウと異なる点は、花の色がオレンジ色に近いことと、葉の形状である。また葉は、同族の丸バルアサガオに似る。一般的には、アサガオの栽培に準じて行えば、失敗は少ない。 種の発芽温度は20摂氏25度程度なので、十分に温度が保てない場合は、十分に気温が上がる季節に巻くのが良い。短日処理をしていない場合、開花は秋になってからになるので、寒冷地では開花前に、霜が降りて枯れてしまうことがある。冬でも20度程度を保てば枯れずに開花する。ありがとうございます。